龍谷台湾高校の佐々木です。中野です。番外編台湾グラージーズをチェック。今日は台湾グラージーズから岸永選手と酒井選手に来ていただきました。拍手。富山市総合体育館で今日行う富山グラウジーズの試合のポイントを教えてもらいました。今日の試合の意気込みを教えてください。はい、今日は水曜ゲームで3円3と試合するんですが、やっぱりこの苦しい中、残留争いをしている中で一つも負けられない試合ですので、やっぱり一つ一つ勝ちを掴んでいきたいと思います。試合の鍵となるプレーはありますか？はい、富山グラウジーズの外国籍選手だったり日本人選手がやっぱりスリーポイントっていうのを今シーズン最初は打ててなかったんですけど、今打とうっていうところがあって、それで点数がどんどん伸びていけば勝ちにつながると思いますので、そこに注目していただけたらと思います。最後に私たちからグラウジーズの皆さんへ気合の掛け声をかけたいと思います。食らいつけグラウジーズ。ありがとうございます。皆さんの声援に応えれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。富山グラージーズの勝利を願って、せーの、ハイスーンチェック。明日はシュート対決、勝敗はいかに。